運営、広安の駅、1274-1281年、で、戦死した蒙古兵士の供養のために建てられたもの。昭和2年に建設された石碑で、裏には7基の番碑がある。また調査書による、蒙古軍供養塔さんの碑も建てられている。海を隔てた向こうには、今津の美しい白さを見ることができる。文英、広安の駅、1274-1281年、で、戦死した蒙古兵士供養のため、昭和2年に建設された石碑である。また調査書による、蒙古軍供養塔さんの碑も建てられている。かつては北側の丘陵上にあったものであるが、平成17年の福岡県西方沖地震により大きな被害に遭ったため、南側の現在地に移されたものである。海を隔て、美佐門岳と函谷岳に挟まれた今津の海岸線が美しい。1274年の元、宝塁、文長の駅の際に南波、戦死した蒙古の兵士を供養するために、建立されたもので、勝立寺で管理祭りしている。文永11、1274年の文長の駅で多大な兵力と戦艦で襲ってきた蒙古軍の兵士を葬ったところ、供養塔が建てられており、金印公園から西へ 600m のところにある、福岡県の志賀島にある蒙古塚、古くは首斎塚というおどろおどろしい名で呼ばれていました。蒙古塚がある志賀島は元で、蒙古軍、モンゴル軍と日本武者が戦った古戦場として有名です。蒙古軍供養塔とも呼ばれ、戦いで亡くなった蒙古軍を弔うために智連宗僧侶の提唱で1927年、昭和2年に建立されました。鎌倉時代中期、モンゴル帝国が二度に占って、日本を侵攻しました。これを元、あるいは蒙古襲来と言います。1274年の戦いを文長の駅、1281年の戦いを広安の駅と呼びます。ご存知の通り日本の勝利で幕を閉じます。ちなみに志賀島は一時的に占領されています。評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。